はい、どうも。さあ、みなさま、こんにちは。まさかの3回目、復活のヒーローアカミリオでやっていく。ということで、トガタミリオ、いきます。いや、俺はね、こいつを使いたいがために復活したと言っても過言ではない。ホークスはね、どうでもいい。正直、ホークスが当たったことよりも、このミリオが前回ね、あんだけ課金しても手に入れなかったことが、最大の悔やみ。まあね、1日ね、3回使える権利。これ、なんか新キャラだったら3枚一気に消費されるらしいんですけど、まあ今までにね、出た過去のキャラであったら、キャラクターチケットで解放はできないけど、3回は使えるらしいんで、あね、せっかくなら、もう1周年でね、次いつやるか分かんないけど、俺このゲーム。だから、この3回のチャンスで、まあ1戦目でミリオの性能を覚える。で、2戦目と3戦目を頑張って動画にする。みたいな感覚で、本日やっていきたいと思うので、よろしくお願いします。さあ、ではやっていきましょうか。一応1戦目でね、どんなキャラかは把握したんですけど、まあ、一言で言うと、バカむずい。本当に。いや、ホークスとかいうね、誰でも使える簡単キャラ、使った後だからそう感じるだけかもしれないけど、これ何がやばいって、近距離攻撃しかないんですよ。このゲームによってね、近距離攻撃しかないって、言ってしまえば霧島英二郎と一緒なんで、なかなか厳しいものがある。しかも体力全キャラの中で一番低い。225って。ミリオね、もっと眼鏡につけてくれても、だってこいつ個性ない状態でオーバーホールと張り合ってたんだぜ。まあ、ゲームの都合上はこんぐらい低い体力にしなきゃいけなかったのかもしれないけど、だったらホークスの体力150とかにしろよ。あんな飛び回るやつ。レベルアップだ。でもってダビが向こうに単独になっちゃっているんで、スピードタイプなんだよな、まさかの。溢れ出るディフェンスタイプ集するのに、こいつオールマイトとかデクとかと同じ色じゃないんかいっていう。なぜスピードタイプなのか。しかもなんかカッちゃんもスピードタイプだし、あれか、違うバージョンのカッちゃんか。さあ、敵いた。で、基本的にこのタメキック、タメキックで戦いつつ、この下からのドトン、なんだっけ、このカカシがやるやつよく。カカシの必殺技、これを使って、あとはガードのマンとかあるっていう感じなんですけど、もう本当にこの3つしかないから、死ぬ、待って待って、死ぬ。ただ生存能力がガチ高い。こんな許されていいわけないよね。バトルロワイヤルで地面に潜るとか許されていいわけなくて、なんか体がもやもやしてんの何。ちょ、体力5しかないけん、やばいって。もう1戦目瞬殺されたから、2戦目と3戦目動画にするしかないのよ。でこのトーカーを使うと、なんとこのように建物のなんか貫通できますとか言っていたら、ダビが死んでいて、毎日初動一人で単独行動したからしょうがない。俺らと一緒に救援物資のとこ来なかったから。あれ完璧だよね。行ってね。あれだ、赤ダビだ。前回最後めっちゃ倒してる。潜って。え、あのさ、赤山ダビさ、復活するんだけど、あいつ自力で。アニメ再現だよ。倒したと思ったら、ショートの天才的センスを上回ったあの瞬間が原作再現されている。よし、さすがに1回きれいなのかな。クソスキルすぎるよな、普通に復活するって。さあ、でしたら何から上げていくのがいいんだろう。これ適当に一番使うであろうこのアルファ上げてるんだけど、マジで当たんねえんだよなこれ。当たんないし、このこれもね、見てから回避余裕でしたんだよね。普通にバツボタンのローリングの無敵で回避されるっていう。相手からも技範囲見えちゃうんで。なんで生存能力はバカ高いが、相手を殺す能力は全然高くないっていう。ミリオな。いや、俺これミリオ本当にね、いつミリオが本作で復活して活躍してくれるんだろうってワクワクしてるのに、なんか最後まで微妙なまま終わったんだよ。桃が鳴ってるよ。フィニッシュはね、まあミリオらしくもあり、心の奥底ではもうちょっとかっこいい活躍が欲しかったというところでもありみたいな、そういうところで。さあ、敵がいる。でこのね、あ、やってくれてる。溜め技も、しっかり溜めたら建物とか貫通するんで、で、プラスアルファ、建物貫通できない場所とか、ちょっと軸をずらしてやってしまうと、変なところにはみ出したり、元の場所に戻されたりするっていう。やばい、死んでる。そこも原作再現。ちゃんと個性を扱わないと、とんでもないことになってしまうよっていうね。一見無敵に見える個性が、かなりピーキーな仕組みになっている。よくちゃんとこの能力のまま採用したよな、このゲームに。ミリオ一体作るためだけに、建物の中までさ、全部作らないといけないからさ、貫通できるオブジェクトとか。
空間を作らないといけないから相当だるかったと思うんですけど。でもアルファがレベルマックスになっている。マントみたいなやつとかもさ、一応ダメージあるんですけど、どう使っていくべきなのかわからん。よし、レベルはいい感じだぞ。レベルアップだ。当たれば結構いいダメージ入るんで、下からアッパーは。でも基本的にね、下からアッパーあれ逃げ技として使うから、あれで攻めるということがあまりないっていう。で、あとはなんか味方をエイムしながら三角ボタンを押すとダウン中の味方に飛べるらしいんですけど、こっちに移動するよね。なかなかそれができない。ちょっと体力回復を求めている子に、レベルアップだ。え、これダビなんか自動で体力減ってる？そんなことない。いるかい？あいつ復活スキル使った後そのまま体燃え続けて死に向かっていくとか、そういうスキルじゃないよな。でもそういうスキルじゃないとバランス取れないぐらいの壊れスキルではある気がしたけど、復活って。いる、出た。え、このダークデクって普通のデクと違うのかな。2人いるね。うわー、茨だ。でこの透過中は赤いところが通れなくて、これ、あ、でも相手からは見えてるんで、透明化してるわけじゃないから、相手からは見えていて、ただ攻撃が当たらないっていう。で、こっちもその最中ドリンクとか何も飲めないんで、逃げはできるが、詰めてくれている。いやでも今回ありがたいことに味方が強そう。俺が全然キャラ扱えてないうちは味方にキャリーしてもらいつつ後ろから補助していくみたいな、なんかサポート専門のヒーローみたいになっちゃったもんね、ミリオ。最終的に映画とかでも活躍してくれるのかなと思ったら、主にサポートなんだよなこいつ。最もナンバーワンヒーローに近い男って言われてるんだよ。だって最もナンバーワンにさ近いってことはさ、学生じゃなくてプロヒーローも含めてみたいな言われ方してたから、エンディバーより強いみたいな扱いだったよこいつ最初。もうちょっとね、優遇された扱い受けてもいいよね。実際こいつがどうやってエンデバーに勝つんだって感じがするけど、エンデバーから攻撃当たらなくてもエンデバーに触れれないだろこいつ。燃えちゃう、やけどしちゃう。痛い、やべ、体力低すぎて瞬殺される。当たる。さあサポートをうまいことしていって、この逃げスキルが優秀。まだ戦ってる。これ一回味方に回復巻いて、間に合うか、間に合った。いや、なんだかんだ体力225って。おっ、当たった。もう一回、いや当たねえか。はい、来た。これなんかね、試しに当てると今みたいな連打に入るんだよね。こいつはもうやれているので、とどめ。あ、刺さった。もう昔と違って KO の取り合いがないのがいいところだと思ったのに、とどめ刺させてくれないっていう。実はあんのかな、まだとどめさせた方がポイントいっぱいもらえるとか。上にいるね。俺まずこのステージをちゃんと把握してないんだよな、まだ。おい、あ、なんだ、あ、出た、あれ、お、オールフォーワンだ。いるいる、逃げてる逃げてる。でどこが透き通れるんだこれ。地面も透き通っちゃうんで、 R1 とかここで使うとそのままね、下の階に行っちゃう可能性が。いる、当たる。何ダメ入ってんだこれ。最大ダメレベル9が一発150ぐらいしか入ってないとか見ると、一人で怠慢で相手殺しきるの結構きつくねこれ。相手が避けずに、なおかつ回復せずに、最大ダメ4回ぐらい当てないといけない。ダウン取ってくれている。遠距離攻撃ってやっぱり、ああ、な、これ素晴らしいんじゃない今これ。全然使いどころわかんねえよこのマント。味方が敵の失態を漁るときに、あいつと一緒だもん、ね、だって剣道と一緒だもん。360度剣道と思ったら強いの。その代わり移動できねえんだよ。いや剣道と違ってさ、でもこいつ当たんねえ。ここは逃げ場ないぜ。守るよね。あ、持ちこたえる。これって障害物貫通スルー。降りた。やばい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 。やばい、楽しい。強いかどうかわからないけど、ミリオ楽しいんだけど。敵でミリオ使ってるやつさ、全く見ないんだが。弱いのか、そもそも誰も当ててないのか。待って待って、しり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 、危ねえ。
おい、この建物投下できねえのかよ。誰の姫？一旦回復。毒死が一番怖い。これで元気。またそこ？か、くそ。やばすぎる。やばすぎる。やってることこいつ。何何何？当たった当たった。やばい、ばっちゃん死んでる。ばっちゃん。ばっちゃんやられるどころじゃない。俺もやられるこれ。どこに出んのこれ。おお、すげえ、上まで出た。あ、やばい、相澤先生いる。個性がナイス。この度バカ強くね。これ一応あれか、跳ね返してんのか、ガードしてるっていうの。あのミストコンプレックスみたいな感じで跳ね返しある。相手に当てるのかな、跳ね返し。まだまだ5チームも残っていて、ばっちゃんがいない。ちょっとあのダミーのさ、あれくれないかな、チームカードを俺にくれたらいけるんですけど。あ、これこういうの跳ね返ってくんだよこれ。当たる。で、でも俺、ああもう最悪、相澤先生。これ相手からしても意味不明でしょ。おお、めっちゃ入っ、4人当たった、4人当たった。クソ入ったぞ今。やばい、ちょ、こっち回復回復。あ、これいいコンビネー、ま、なんか使えてるんじゃない、うまいこと今。ちゃんとミリオっぽい動きできてるか、もしかして。お、これ、あ、あと1回しかね、この試合終わったらあと1回しか使えねえんだからよ。1日3回使えるだけでも、もうありがたいし、ありがたい。おい、ダウン取っていく。フルスルトラ溜まったよ。待って、きつい。これは使うしかない。いや、もうちょい温存してよかったか。あと3チーム。これ屋上上がれるのかこれ。ちょっとはみ出さないで。当たる。おおお、タイマン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 っていうか1チームずつ。相手何人残ってる。え、2人はいたよな、今少なくとも。ちょっと待って、回復してから行きたいけど、そんなことしてる場合じゃない。当たらん。2対2じゃない。いや違うな、これ3人いるな相手。いや待って、きついなこれ。3デクと相澤とあれか、ヤオヤオロッパイか。当てる。ダミーめっちゃ頑張ってくれてるけど、いや無理ですよね。あー、とっとっと、ダウン取った、ダウン取った。これだ、あ、味方しかも復活してて2対2や。じゃあ、おー、ナイス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 。最強の技当ててる。まだ知らないの。よしよしよし。うわ、プリセルトラ使った。デクとタイマンかなこれ。え、ヤオヨロッパよ。いや、ヤオヨロッパいる。くそー。いや、しかもこれ俺の知らないデクだ。え、待って、ミリオ楽しい。いや、これちゃんと使えるようになったら相当かっこいいでしょうね。うわ、あと1回しか使えねえ。次でチャンピオン取るしかねえよこれ。はい、では最終戦やっていきましょう。ここで周りに2人はいたけど、まあでも敵でもね、最悪10日で逃げればいいから。タイマン初動剣道ちゃん、やばい。剣道ちゃん初動最強の女だからこいつ。体力多いし貫通できない。お、これ盾も貫通できんのか。剣道ちゃん出た、剣道ちゃんの下品な登り方。それに対して透き通りできるんだったら有利じゃないこれ。これは当たらないんだ。当たる。オッケーオッケーオッケー。おい、剣道見たんだぞこれ。ミリオ効かないね。学習しないね。ちょっと待って、体力多すぎる。あいつフルチャージ3回当ててんのに。どこ行った。うわー、やりたかった。あ、いる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 。殺したい。え、まだ知らないの。え、なんでなんでなんで。火力低すぎるだろ。おい、ふざけんな。やばい、逃げられるこれ。ちょっと誰か、あいつ剣道ちゃん仕留めて。ホークス、あ、やばい、バックホーク来た。危ない。あ、なんか光った。最後、敵の攻撃を受けている。死ぬ死ぬ死ぬ。うわ、あいつ回復したな。
ふざけやがって。ホークスまで来た。終わりだこれ。一旦10日で逃げる。おい、10日できる場所なさすぎだろ。これ必要な人います。あ、これじゃあジャンプ台も10日すんのか。そりゃそうか。やばい、シールドが何にもない。あ、ただ最初の剣道との衝動を制したことによってアイテムボックスが開けれるっていう。でもなんかめちゃくちゃ足音するんだよな。間に合うかな。あとなんか、あ、いや、いるじゃん、いるじゃん。あれは俺の知ってる爆王だ。飛び回る爆王じゃない。一旦さすがに逃げますか。この体力でうろつくのは良くない。せめてシールド欲しい。よし、レベルアップだ。レベルアップ。こいつ3人ともスピードなんだよな。なんか俺がさ、やってた最初の時もスピードタイプ強いやつが多すぎて、スピードタイプの取り合いになっていたけど、ミリオとホークスまでスピードタイプで追加すんなよ。まあ、ホークスはさすがにスピード文句なしですけど、なんかミリオ普段もこれ柵とか貫通してない？レベルアップだ。あれパッシブスキルで障害物貫通ついてる。実は。よし、とりあえず回復アイテムは最低限集まった。救援物資取られてないんだよな、あれまだ。負けないよね。こっちの3人機動力やばいから、なんか割とマップのどこにいても、あ、ダウン取ってくる。これ味方がダウン取ったらなんかダウンって表示されるなと思う。あいつらじゃねえかよ。おい剣道、お前、おるら、お前だけは何としてでも俺がやる。おい、いやー、当たってねえのか。爆豪はやってくれてる。これあのさ、地面潜ってる時止まれないんだよね。すっごい高速で移動するから、その辺でじっとしてほしいのに制御難しい。やばい、何もない、何も回さない。こいつ学習しやがった。粘られてんな。もう当たんねえ。よしよし、もうちょい。誰かあいつ、ちょ、ホークスもあれ無視力だって絶対。変態ストーカーみたいになってる。なんでこいつこんなギリギリで避けるの。なんと、ちょ、あった、どんだけこいつとツーリングかまさなきゃいけないんだよ。キャッキャウフフ、ドキドキデートタイムだよ。死んだ死んだ死んだ、まだ死なないの。死ね、よっしゃよし、あー、すっきりした。溜まったイライラがでかければでかいほどすっきりした。全員味方フックス1枚ずつ持ってる。こういうの集めておきたいんだよな。まあ俺らは最近死んでもケロちゃんが蘇生してくれるんで、一回はよって、ツーちゃんが一番最初に落とされるのまずいぞ。こっちのステージの方がさ複雑なんだけど、いるね、あそこに。初期ステでやりたい。えんか、3人いる。ちょ、降りすぎ、降りすぎ。違う、上に行きたいの。これさ、下から上に向かって。やばすぎだろ、やってること。突進する。これ許されちゃダメでしょ。この相手からしたらチーターでしかないでしょ。普通に壁抜けチートなんだけど、通報されてもおかしくない。意味わかんないところから無限に攻撃が飛んでくるっていう。この個性を使いこなしてたミリオってすごかったんだな。さすがに3回じゃ使いこなせる気しねえよ、これ。上にいるね。いや、当たない。下から当たらないか。ちょっとね、いろんなとこに敵いすぎてめっちゃ追ってきてる。守る。このホークスを何としても守る。オッケー、当てる当てるが、あ、ナイス復活。やばい、ホークスいじめられてる。買えないよね。これちょっとホークス蘇生したいけど、守れるか。一旦ホークスの周りから敵をどかさないと。このゲーム20秒だったら勝手に復活するから。
はっきり取られなかったら。引かない。あと10秒粘ればいける。ここに9万市民がいますよ。いけるか。行ってきます。しがらきもいる。あ、ダウン取っていく。やるね。でもこれ乱戦中に下から出てくるやつはさすがに相手も避けれない。怠慢だったら当たるんだけど。な、何やれ何やれ。キル奪っていって、ちょっと一旦これは逃げたい。別班だよなこれ。ホークス復活してるけど、スーちゃんがやられちゃったな。敵を気をつけて。ちょっと一回逃げ、一回ガン逃げ。これ敵から投下してるって分かんないのかな。なんかみんな攻撃してくるけど、この時。いや、なんだあの赤いやつ。あれか、ホークスの。もう負けないよね。マーキングしたやつが見えていて、スーちゃんのコイン取れるかな。これで元気。よっと、間に合うか。チーム復活カードが欲しい。いや、めっちゃいるな敵。めっちゃいるが、後ろから追尾していけばバレないはず。よし、レベル。あのデック復活してね。違うデックか。みんなデックあのコスチュームになってるんだけどバレてない。なぜかバレなかった。やばい、え、やれないか。あれ、え、デックじゃない。イーダクソメガネじゃないか。うちはドリンク飲んでたからワンチャン瀕死かと思ったけど、そういうわけでもなかったか。いやー、復活カード、復活カードを取るには、復活カードでもワンチャンこいつ10日があるから、誰かが救援物資開けたところに10日で紛れ込んでて、最速解除で取ってからの R1 とかでどうにかなるか。ここからだよね。硬い位置勝てなさそうだからな。完璧だよね。範囲技が何にもない。タイマンぐらいしか。もう負けないよね。ガチのガチ最終演、一番狭いところまで行ったら R1 とか最強になりそうなもんだけど、今回レベルが全然上がってないんだよな、技の。よし、レベルこれでファントムメナスはレベル9は目指せそうだけど。フォークス戦ってる。めっちゃいる。最短で。それ。めっちゃいるけど。できれば戦いたくねえ今。驚きなよ。二人だからな。もうちょっとだってまだ6チーム残ってんでしょ。どうどう当てる。なんとかフォークスのカバーに入ろう。俺は遠距離攻撃ねえから、これ突っ張ってくしかねえんだよ。これ一歩間違えたら俺瞬殺されるからな。あのダミーの技とかに捕まったら一流死んじゃうの。400ぐらいくらいよねあれ。キックでちょっかい出しつつ、スキルカードも全部使っちゃおう。うわ、ホークスやられてる。これ無理か。いや、ヘイト買うけど死ぬ。え、でもホークスなんか生き残ってね。オバハン、オバハンに大厳しい。オーケーオーケー、ホークス復活した。俺のあの10日で近づいてのファントムガードが生きた。もう負けないよね。バレてない、バレてない。ちょっと羽たたんでくれ、お前目立つから。ここからだよね。よしよしよし、回復アイテムはあるっぽいね。これでいい感じだ。どうするこれ。ねえねえ、攻撃する。驚きなよ。攻撃しちゃう。もうちょっと潜伏してよかったって絶対。堂々と やるね。俺ら漁夫ぐらいしかできないのに。もうちょっとで俺プレスルトラたまる。あと3チーム目の前に、とりあえず多分3パっぽいのはいたから、そいつらが潰し合ってるところに行くしかない。いや、こいつら3人同じチームなんだよな多分。あとワンパどこだ。あとワンパが、いやー、これ2対3だ。さっきと一緒じゃねえかよお前。まずい、速攻でこいつ落とせたら。いや、知らねえか。いや、相当当ててるけど。え、これ翔太君知らないの。しぶとすぎない。
当たんね、当たんねえってか制御できねえ。あ、なんで当たってないの。車の上に判定出ちゃった感じ今。やばい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 、俺ちょっと3対1っす今。まずい、終わったかこれ。俺なんで奇跡起こってくれ。バレてる、いやバレてるバレてるバレてる。間に合って、いや無理だ。おい、どこに逃げ場があるってんだこれ。なあ、さまよう子羊、なんでこんなずっとバレてんの。無理無理おい、なんかあがいてるあがいてるナンバーワンヒーローに最も近い男あがいてんぞガチ粘りじゃん。くっそー、あれは間に合わなかった。俺の勝ちだ。うわー、俺の今日のミリオ終わった。いやでもちょ、もう本当におもろいなミリオ。当ててーこいつガチャで。いやー、今もうなんとなく使い方分かってきたから、もう一戦だけ使いたかったなー。くっそー。はい、ではラスト、ちょっと若干時間余ったんで、せっかく当てたホークスを使ってね、優秀の美を飾ろうかなと。チャンピオン取ってねえからな、俺、復活してから。毎回2位で終わってる気がする。だから、なんとしてでも、チャンピオン取って終わる。チャンピオン取るか、ミリオガチャで当てるか。でもミリオガチャで当てたら始まりなんだよな、それは。終わりじゃなく始まり。やって、ここは救援物資を積極的に狙っていきたい。まあ、このステージだったらね、俺もだいぶ把握してるんで、若干なんか地形変わってるけど、周りに敵はいなさそう。俺ミリオ使った後にホーク使ったら簡単すぎてびっくりしないか。遠距離攻撃があることが、しかも自動追尾、どれだけありがたいことか。レベルアップ、さてさて、切り刻む機動力おかしいだろやっぱり。別に空中攻撃が他のやつのアルファ技が勝ってぐらいの技術があるんですけど、欲しい。いやーこれね、アルファ技をね積極的に上げてきてるんですけど、普通にベータ技も火力が高いっていうか、相手を殺せってなったらベータ技が下になってくるんで、いかにねこのベータ突進した後の風切りをうまく相手に当てていくか、そういうところにある。さてさて、ちょっかい出しに行くか。俺だけこんな速度で言っても味方ついてこれないんだよ。ダビとかぶち切れてるでしょ。速すぎる男、めっちゃ飛んでる。2人いたな、ホークス。うおセメントその影いる。もう今あの一瞬でミリオが最大試したパンチよりダメ出てるもん。悲しいことに。相変わらず遠距離攻撃と近距離攻撃で火力変わんないどころか、遠距離攻撃の方が火力高いのおかしいな。霧島が全力でパンチするのと、爆豪がなんか後ろからって言って一発熱戦打つの同じダメージ。相沢先生に見られてる時普通に飛べるんだけど、羽は個性じゃないと。異形の人間ってこと。異形型は消せないんだっけ、そもそも。だって異形型消せたらあれだもんね、高田君とか相澤先生に見られた瞬間存在抹消されるから形は変えれないのか。当たってる。暇になるかね。なんかオールマイトめっちゃ強くなったって聞いたんですけど、さあマーキングしていって、長射程、この距離でも届く。これうまいホークスとかエイムモード使うのかな、自動追尾切って。相手がね、ちゃんと避け方分かってると自動追尾当たんないときは一生当たんないんですよ。この範囲で走ってるやつ当たんないです。これ止まってるやつとか技打ってるやつに対しては当たるんですけど、動き回ってるやつにはね全部当たんないようになってて、ダビのこの追尾の弾とかと一緒です。さてさて、なんか至る所にちょっかい出して四方八方散らすって感じだけど、挟まれてね。こっち側からやるか。なるかね、その辺にいると思ったんだけどな。一旦アルファの
これ取ってみんなが誰と戦ってるか分かんない。おのおの別パーティーと戦ってる。空中に雷くんいるね。このデックは別パターンだったの。目の前の雷タックは横やり全一めっちゃいる。あそこいやうざい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 。あれ救援物資取れるのでは。ワンチャン取れるのでは。あ待って取られてる。準備よし。外した。やつ前にこれなんかね、長押しすると弾速とあれが上がるみたいな。あ、待って死んでるよ。死んでるが自分で復活していく。インチキスキル発動していって、さあ風切り当たって、当たんないか。マジこれ制御むずい。よし当たった当たった当たった。いや剣道しぶとすぎる。待って後ろにあれがいる。即死野郎がいる。あお茶子え、ど待って、いすぎいすぎいすぎ敵いすぎ。罪な、おのおの頑張って、頑張ってくれ。一旦逃げる。優秀な逃げスキル、まあ復活カード持ってるんで、いい感じ。最悪でも俺復活カードの切りどころない分だよな。オールマイトが死んでからまとめて2人復活させるのもありだし、今ダビのためだけに使っていいのかどうか。助けに行くか。意外とホークとダビの掛け合いが多い。床闇くんとかも出そうだよな。何これ、え、な、何あれ、いけなくなってるんだけど。あんなバリケードみたいなのあったっけ。やばい剣道追ってきてる。いやただあいつは遠距離攻撃を大して持たないから、ちょっと距離を取りつつ殴っていって、ダビーが今いけるか。オールマイトがダビ取ってくれそう。割っている。一生戦ってる。いける気がする。取れてない。それよし、敵がいないのだからワンチャンここで復活してもバレないのでは。ここで復活カード切っていく。いいね。紫ダビって元々のダビだっけ。礼はしてやる。この黄色とあれ紫あげよう。資材が枯渇してきたな。あんまこの狭いところで戦いたくないんだよな。まあ、ワンチャンベータがうまいこと噛み合ったら狭いところも戦えるんだけど。雷いる。当たる。めっちゃシールド割れてるよ。当てる。相当いいダメージ入ってる。いやあいつ雷逃げスキルないでしょ確か。あっしゃ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 。やっとやれた。まだ7チームもいんの、こんだけ戦って。レベルアップ。6チームになった。でもレベルはいい感じに上がってきた。あ、ダウン取って前段かけろ。誰倒した俺。お茶かあれ。最小限でも当てる。意外と直撃の範囲広いなこれ。ナイスナイスナイス。とりあえずお茶子をやってくれた。剣道も死にそうだぞこれ。距離取って距離取って。剣道死にそうと思ってからが長えからな、あいつ素の体力多すぎて。レベルアップした。どこだ。もう索敵羽に任せれんのマジか。あ、いるいる。敵がどこにいるか分かんなかった。うわ最強すぎ。ガチで最強すぎる。もうくだってさ、ただでさえさ、あのコンシューマーバンナってエイムアシストみたいなのついてんのにさ、エイムアシストどころじゃないからなこれ。標準にエイムアシストがついてんだけど、たまにエイムアシストがついてるから。楽しましょうか。ちょっとまずいか。この辺のキー全部焼き払ってくれダビ。視界が開けたらもう俺の無双入る。ホークスミラーマジ不毛なんだよな。抵抗するな。うぜえうぜえなこいつ。当たった。うわ
空に逃げたな。さすがにあれ追えねえ。ホークス殺すってなったらもうホークス殺せるやつは多分ホークスしかいねえんだよな。同じ機動力で追ってって相手のスキルが全部来た時に殴っていくしかない。いやーなんかこっちの当たんねえ。当たってはいるがシールドが割れてない。向こうにもう1パーティーいるね。この辺に資材がめちゃくちゃある。これさ、味方運んで一番向こうの、あでももう言うてエリアめっちゃ短いな。味方運んで見ながらなんかダビに爆撃してもらうとかそういうのあり。ホークスがホークス持って移動したら一番強いのにな。ホークス2人でチームが一番強い。よってトゥワイスとトガちゃんでチーム組めてもこれ。おー最悪のタイミングで相澤先生入ってきたけどコマンドカード全部切って、なかなか減らねえなこっからパーティー。誰だこれ、もう相澤どこにいんだ、どっから見られてる。回復は間に合う。とりあえずこのおお何何何しがらきか、強化バージョンしがらき。まだ5、そいつソロじゃね、やれそうやれそうやれそう。ナイスナイスナイス。待って、なんか今チーム復活カード見たぞ向こうに。一旦こいつは復活するからやって、相澤死んどる。後ろにいる後ろにいる後ろにいる。いやでもこの局面でまだ3人生き残ってるんですよ。これ俺 ガチでチャンピオン狙いに行くムーブするわ。あオバホか、硬い立ち回りしよう。いる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 、肉だ。そこにいるぜ。しっかりとマーキングしていって、いや当たんないか。どこ行った、アルファがね、早くアルファが溜まってない時間が一番もどかしい。おい肉肉肉、ラックスとしとめれねえか。右方向に逃げてる。どこだそこ、あいるね後ろ。いやなんか人数少ないぞ、絶対3人チームいない、俺ら以外に。とりあえずそいつはもうやってもろて、お茶こいてそこに隠れてる。あ死んで、えあとワンパじゃないこれ、そいつ死んだら。どこだ、誰が残ってんだこれ。いい感じだ、お茶子だ。やばい危ない危ない危ない、あれ即死あるから。お茶子あんなんじゃないこれ。プレスウルトラ使った、しかもこっちもたまりそうだし、プレスウルトラ。さあ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 、3対1絶望的な状況でどうするかな。お茶子ちゃんこんな障害物も何もない場所で逃げまとってるね。さあ俺ら3人から逃げ切ることはできるのか。突進当てて切り裂いていく。さあお前でラストだろ多分。終わりだぜ、オッケーよかった。さすがに味方強いとチャンピオン取れますね。てかホークスミリを使った後だと簡単すぎてダメだな俺。他のキャラやっぱ使えなくなっちまうよ。まあでもこいつと全く違った面白さあったんで、ミリオはぜひともね、次は2周年とかでやってみたいですね。まあその頃には僕の好きなモノマくんとかサンイーターとかも追加されていることでしょう。ではでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。